はい。それでは線形台数に角と像の解説を始めます。え線形写像 F の角というのは何かというと、まあ、カーネルというふうに言うわけですけれども、まあ、このようにカーの F というふうに書いて、F で移して W の0ベクトルになるようなものですね。まあ、あの集合論的に言うとえ、0の引き戻しということになります。 え、映して0になるものを全部集めてこいということですね。はい。で、これを F の角というふうに言います。で、F0V は 0W であるということが線形写像であれば言えてましたから、したがって当然この V の0ベクトルはカーネルの F に属します。いいですね。F で映して0に映るものを全部集めてきたわけですから、0V も0、映すと0に行くわけですから、カーネル F に入っていると。 こういうわけですね。特に F が単車であれば、単車ということは、要するに 0W に移るものは一つしかないということですから、0が0に移ることが分かっている以上、単車であれば、このカーネルの F は0だけからなる集合ということになります。で、一般ですね、えー、カーネルの F は V の部分空間になります。このことは後で例題として見ていきましょう。 例として、例えば F を数ベクトル空間、N 次元数ベクトル空間から M 次元数ベクトル空間へのシ像とすると、これは、ある行列 A、M×N 行列 A を使って、F イコール TA と書けるわけですけれども、この場合、カーネル TA は TA で移して0になるベクトルということですから、書き下すと AX イコール0となる KN のベクトルということになります。 これは取りも直さず、ax イコール0という方程式の階空間ということになります。つまり、階空間を線形写像を使って表したということになります。はい。このように数ベクトル空間の場合は角、書く、書く、くというのは階空間のことであるということは言えます。一方、まあ、多項式の間の線形写像の例として、まあ、簡単な場合として一つ例を挙げておくと、d という、まあ、微分ですね。 を考えます。そうすると、微分して0になる多項式全体のことがカーネルの D ということになりますが、これは当然定数ですね。定数です。微分して0になるわけですから、これは定数多項式全体ということになります。はい。もう一つやっておくと、まあ、D の2乗ですね。D を2回繰り返している。つまり2回微分の場合で考えると、この場合もですね、カーネルの D に、ここ、あえて P5 にしているのは行き先はあまり関係ないということですね。 行ってロ行くっていうことが、だけが重要ですから、まあ、行き先が、ま、大きく取っていても、全然これは影響はないということですね。で、カーネルの D 以上2回微分してゼロになる多項式全体ですから、これはすなわち、1時間の多項式全体ということになります。はい。まあ、ここに書いてありますけれども、地域は関しては、P5K でも P100K でも P1K でも、カーネル D には影響はないということですね。カーネルはあくまでもこの、 写像の手前側の話で行き先の方の集合が、ベクトル空間がどんな空間であるかは、えー、関係がないということになります。はい、それでは、えー、例題いってみましょうね。えー、まず一番、一つ目はあ線形写像 F というのがあったときにそのカーネル F、先ほど定義しましたカーネルの F が部分空間であることを示せという問題をちょっと考えてみてください。 はい。それでは、解説していきましょう。部分空間であることを示すということは、和について閉じている。スカラ場について閉じているということを示せばよかったんですよね。ですから、部分空間定義に基づき示すということで、uv をカーネルの f のベクトルとします。c をスカラーとします。やることは u、u たす v がカーネルの f に属すること。それから cy の u、もしくは cy の v がカーネルの f に属すること。まあ、これを示せばよろしいということになります。 で、まず u、u プラス v が関連 r n f であることを示すには、ほにゃららを示せばよい。はい。えっ、ー、と、証明全く手をつかなた人は、ここでちょっと考えてみてください。はい。いいですかえー、これは u、u プラス v が関連 r n f であることを示すということは、u プラス v が f で移して0に移るということですから、f 括弧、u プラス v が0になると。まあ、これを示せばよろしいと。 で、え、仮定としては F が線形であるということしかありませんから、まあ、それを使うしかないので、え、これを使うとですね、この左辺 F の括弧 U たす V っていうのは、はい、FU たす FV と、こうなるわけですね。で、今、仮定として UV がカーネルの F に属しているということでしたから、当然この FU とか FV っていうのは0に移るわけですね。ですから、F 括弧 U たす V イコール 0W ということが、 f イコール fv コール0が言えてますから、この2と3を合わせると、1番が出てくるということになりますね。はい。同様に c 倍の u というフォームですね。これは、はい。このように f 括弧 c u っていうのは c 倍の fu になって fu が0という仮定でしたから c 倍の0で c 倍の0はもちろん0ということで f cu が0になるので cu はカーネルの f に属するということが言えて、これで証明が終わりました。 はい。それでは次、例題2ですね。例題2の問題は、F が単車であることとカーネルの F が0だけであることが必要十分条件であることを示せと。先ほどカーネルの F は F が単車であれば0だけですという話を、まあ、カーネルの定義のところでちょっとお話ししましたけれども、実はこの逆が成り立つということですね。つまり、カーネルの F が0だけだったら、ですね。これはすごいことですよね。カーネルの F というのは要するに0に移るものは0だけと言ってるわけですから、 ゼロの行き先、ゼロに移るものはゼロだけという、たった一つの行き先の情報だけで、すべてのベクトルに移るものが一つしかないということが言えてしまうということですね。これは非常に強烈なことですね。はい。この、まあ、えっ、ー、と、逆方向の矢印ですね。これが成り立つことを示しなさいということになります。はい。では、ちょっとこれを考えてみてください。単、は、射、い、性の定義に従って、単射性の定義の、まあ、どっちかですね。 えー、を使って、まあ、ちょっと考えてみてください。はい。え、それでは解説していきましょう。えー、っと、まずその前に中で単射性はあ、先ほど言いましたように、単射性の像が0における単射性だけで決まるということで、単射性は線形性により均一性を持つことがあると書いてありますね。つまりこれはですね、えー、要するに0における、0において、まあ、移るベクトルが0だけという、 ここでの単車性があればですね、他のベクトル W に移るものも、これ1個だけと。つまり、ここでの単車性が全てにおいてですね、えー、まあ、言えるということですね。はい。で、これはまあ実はこのカーネルの F が0でない、まあ一般的ななんかこう1次元とか2次元の部分空間であるときも、結局その各ベクトルの引き戻しが全て同じように、まあ、部分空間ではないので、他の一般のベクトルの引き戻しは部分空間ではないんですが、 ま、その、部分空間を、まあ、言ってみれば平面をこう、あの、原点を通る、通らない平面みたいにこうずらしたような感じですね。まあ、ずらした、なんかこう、カーネルプラス何かベクトルという形になっていると。いうことで、広がり方はですね、すべての点において、ま、一様になっているということが、この、線形性があると言えますと。まあ、こういうことですね。はい。特にま、単車性、単車な場合は、あの、を、まずやってみましょうということです。 単車ならばカーネル F が0っていうのは先ほど言った通りですね。で、逆を示しましょうということで、カーネル F が0だけだとします。で、今示したいことは、FV イコール FV 出してであるとすると、はい。行き先が同じならば手前も同じということで、V イコール V 出しを示すということですね。はい。ということで、これを示したいんですけれども、この1番をなんとかうまく変形して、この V イコール V 出しを示したいわけですね。 で、使うことは F が線形であるということと、カーネルの F が0だけであるということですから、それをうまく使いましょうと。はい。まあ一番いいですね。これまあ、こういうふうに変形しています。はい。そうすると FV-FV' イコール0ですから、この左辺ですね。これはあの、線形性によりどうなりますかはい。こうです。えー、どうなりますかね。はい。こうなるんですね。F 括弧 V-V' と。 で、つまり、えぇ、ー、V-V' は F で移すと0に行くということですから、V-V' はカーネルレフに入っているんですね。はい。V-V' はカーネルレフに入る。ということは、つまりカーネルレフは0だけなんですから、0だけのところに属するということは、V-V' が0であるということになりますね。つまり v、V コール V' ということで、当初の予定通り示せました。 それでは次に単車と一時独立性ということで、まあ、F を線形写像とするときに問題ですね V1 から Vm が一時独立のとき FV1 から FVm は一時独立かという問題を考えます、はいまあ、この話の中には単車というのは出てこないんですけれども、まあ、後でちょっと出てきますので,で例えば例としてですね、F イコール TA という数ベクトル空間内での線形写像であるときに x, y が一位独立であれば fx, x, y は一位独立かということをちょっと考えてみましょうと。はい。えっ、ー、と、これはつまりですね、えー、c y の ax プラス d y の ay イコール0っていうのからですね、a y の cx プラス cy イコール0とこうなりますから、まあ、結局そのランク a が2ですから、この av イコール0な v イコール0となるということから、cx プラス dy イコール0になるので、 まあ、こ,これが出てくるんですね。ですから、まあ、CD0 ということで、まあ、あのポイント A ポイントはこの A がランク2で、この AV イコール0が V イコール0となるということですね。まあ、これはつまり TA がどういう性質を持っているかというとですね、まあ、F が単車だと、TA が単車であるということなんですね。はい、つまり、えー、とこの A で定まる線形写像が単車であるということは、まあ、早い話、AV イコール0から V が0が出るというわけですから、 方程式として考えたときに、まあ、A がこの変数の数のランク、つまりフルランクになっているということですね。まあ、あの目いっぱい、この変数の手前側の数ベクトル空間の次元だけのランクを持っていると。そういうときに、A、F は単車になると、A。ということですね。はいでまあ、じゃあ逆に、ですね単車でない場合はどうなるかというと、ですねこれはまあ Fx こうゼ0となるような、まあ、X。 ノンゼロベクトルがあるわけですからそうするとですね例えば A っていうのはこういうものだとすると、まあ、これはもちろんランク2でこれ3変数ですからランク単種じゃないわけなんですけれども例えば X を1-10ってやるとこれあのかけると0になるわけですねですからこれと Y=001 とかを考えると FX は0になっちゃうし FY は01でこれはまあ0ベクトルじゃないんですけどもこれは1以従属になってしまうということがまあ起こるわけですねですから まあ一位独立なものが F で移したからといって一位独立かどうかっていうのはまあ一般にわからない。一番極端な例で言うと F がゼロ写像なんて考えると全部ゼロ移っちゃいますからこれは当然一位独立にならないわけですね。はい。ということでつまりですね、この,あの F が単写であればこの一位独立なものは一位独立になります。で、実はこの逆の方ですね、こちらはまあ簡単っていうかまあえ常になりたつんですけれども移ったものが一位独立であれば実は もともとのベクトルたちは一位独立であると。これは成り立つんですね。これは F 単射性はいらないんです。でも、手前が一位独立なものを F で移したときに一位独立化っていうのはこの、この例で見たようにですね。F の単射性というのは必要になるということになるわけですね。はい。それでは例題をやってみましょう。問題は、せえっと、線形写像があるときに、えっと 行き先がですね、映ったものが一時独立であれば、元のやつが一時独立であるということと、それから単車であれば、映したものは一時独立になると。この二つを示しなさいと。こういう問題ですね。はい。それちょっとまあ、あの難しいかもしれませんけども、ちょっと考えてみてください。あの、ポイントはですね、えー、V1 から Vn が一時独立であるということを示すためには何をやったらいいかというですね、まあ、一時独立の定義に基づいてやればいいんですけども、まあ、定義に基づいて、まず、えっ、ー、と、 何を示せばいいいかととうことですね、まあ、例えば2等辺3かけであることを示せって言われれば2つの辺が等しいことを示せばいいかもしくは2つの角度が等しいことを示せばいいかです、ねまあ、それと同じようなことでこ,のこ,の、えっと、これが1独自であるということを示すためにはまあスタートこういうことを仮定して最終的にこういうことを示せばいいっていうのをですねちょっと考えてみてください、まあ、1番2番どちらか一方でもいいのでちょっとできるかどうかちょっと考えてみてください はい、えーと、それではやっていきましょうまず1番ですけれどもこうですね、はい、V1 から Vn が Am が一次独立であるかどうかを示すためには c、IV、i v i 一次結合ですねイコール0と置いてですねで全ての係数が0にならざるを得ないということを示せばいいわけですね、はい、で使えることはこの FV1 から FVm が 一次独立であるということと F が線形性を持つということこの2つだけですから、まあ、それは使えるようにですねあのうまく変形してやるしかないということですねでこの式の中には F が入って F ないので F がないので、えー、やることはもう1つしかないわけですね F で移すしかありませんということで、まあ、今この過程からですねすべ、えっと、ての C1 から Cm が ゼロであることを示したいこれはまあ正面の方針ですけれども、これを F で移します、はい。そうするとですね、まあ、これはそのままやっただけです。F をそのかぶせただけですね。はい、で、ここで、この左辺ですね。まあ、右辺もそうですけれども、F の線形性を使うと、はい、F の線形性から左辺はどうなりますか右辺はどうなりますか、はい、ちょっと書けなかった人はここでちょっと一回考えてみてください。 はい、F の線形性を使うと、この式が、はい、こういうふうになるんですね。これはまさしく F の線形性、一時結合を保つというあの線形性の性質がそのままこ来ると。で、こっちの方は前にやったようにですね、線形写像なら0は0に移るということですから、0W ということで、この2つが等しいということになります。ということで、ここでですね、あの初めてこの FV1 から FVN の一時独立性を使うとですね、 はい。これが0と等しいわけですから、この C1 から CM は、はい、どうなりますかということで、はい、全部0と。はい。ということで、当初期待したこの過程からこれが出てくるかというのがですね、F で送って線形性を使って、過程を使うと出てくると。こういうロジックで出てくるわけですね。はい。では、2番の方なんですけども、今1番のこれを、まあ、ヒントにしてですね、 2番をちょっと自分でまた少し考えてみてください。ちょっと待ちますので、えーまあ、ビデオ止めて考えてみてください。はい。えっ、ー、と、いいでしょうか。はい。えっ、ー、と、いいですね。ということで、まあ、この2番ですけれども、まあ、F の単射性を仮定した上で、はい、今示したいことは今度はこれの一時独立性ですから、これの一時結合、イコホール0とこう置くわけですね。 で、この C1 から Cm が全部0であることを示すということになりますね。さっきとこの逆ですね。はい。で、ここで F の線形性を使うと左辺はどうなりますかっていうと、はい。こういうふうになりますと。つまり、この、えっ、ー、と、一時結合がそのままこの CI が逆にこの中に入るわけですね。こうやってこれが等しいというのが出てきますね。で、ということはですね、この、こいつがこれ0になるわけですから、 これが0に等しいわけですから、この F の中身がですね、何かというと、カーネルの F に入っているわけですね。ところで、単車であるということは、カーネル F が0だけということですから、0だけのものに入っているということは、これが0ということですから、はい。こうなんですね。はい。ここで、V1 から VM の一時独立性を使うと、はい。この、この式から何が出てくるか言ったら、 C1 から CM 全部0になるということで証明が終わりました。はい、それでは単車と一位独立性の例題にをやっていきましょう。問題は F を V から W の線形写像とするとき以下を示しなさいと。F がですね、V のなんかある規定、何でもいいんですけど、V、ある規定 V、B があって、その B の F による像、まあ、B が V1 から VN とかがあったとすると、FV1 から FVN が 一次独立のとき F は単子であると。まあ、これを示しなさいと。こういうことですね。はい。ということで、F が単子であることを示すには何を示せばいいかということを、まあ、ちょっと考えて、証、ま、明、あの方針だけでもいいので、ちょっと考えてみてください。はい。えっ、ー、と、それではやっていきましょう。えー、F が単子であることを示すには、まあ、こういうことを示せばいいわけですね。 はい、つまり、まあ、これは要するに、カーネルの F が0だけだと、まあ、こういうことを示したいわけですけれども、まあ、カーネルの F が0だけっていうことは、つまり F で移したものが0だったら、0W だったら V は 0V だと、0だと V の0ベクトルだということを言いたいわけですね。これを示せばよろしいと。ですね。まず、正面の方針はこれですね。はい。ということで、えっと、それを示すためには、あこの、 V ですね。V が0であることを示したいんですから、V を何とかしないといけないんですけども、ここにはですね、まあ、材料として、この規定 B というのがありますから、B の一時結合で書きましょうということで、まあ、B を今、V1 から Vm というふうに置いときます。M 次元ですね。V が、Large V を M 次元として、B を V1 から Vm という規定を取ったとします。で、えっと、規定ですから、当然この係数が存在してですね、この V っていうのはこういうふうに一時結合で書けるわけですね。 ということでこれを F で移します。で、例によって F の線形性がありますから、FV は、はい、こういう風に書けるわけですね。で、これが0だと <laughs> 仮定しているわけですから、これが0なんですね。ということは、えっと、これが0なんですけれども、F,、えっと、F による像が1独立だと言ってるわけですから、これは1独立なんですね。なので、えー、こ,れがこの係数がである CI が全部0ということになりますから、ここは0になります。ということは、V はもともと0だと。 はいそれでは次の単車と一位独立性例題3ですねはい今度は V と W をベクトル空間とする時以下を示しなさいとえ V から W への単車が存在するとまあ単車が構成できる作れると言ってもいいんですけども存在するということと V の次元と W の次元の間にこういう代償関係があるということですね まあこれはちょうど有限集合の場合に3個の集合から4個の集合への単車は作れるんですけども4個の集合から3個の集合への単車は絶対に作れない。必ずどれか同じものいっちゃう。というのによく似ていますね。はい。 というこ,とでこの問題を考えてみてください。まあ、これ同値だと言ってますから、こちら向けとこちら向けの2つに分けて証明しないといけないんですけども、まあ、どちらが一方でも構いませんので、ちょっと考えてみてください。まあ、存在するということは、つまり作れるということなので、まあ、どういうふうに写像を作ればいいか。写像を作るには、規定の移り先を決めればいいんですよね。はい、ということをまあヒントにちょっと考えてみてください。 それでは解説していきましょう。まず最初にですね、えっ、ー、と、これは、こちらからこっちですね。えっ、ー、と、ちょっとこれ、どっちからどっちって書いてませんけども、はい。V の規定 BV を取りました。というですね。で、えっと、前の例題、前の例題って例題1ですね。例題1ですけども、によってですね、えっと、もしも、あ、ごめんなさい、こっち向けですね。えっと、単車が存在したとすると、次元の関係式がこうだということですね。はい。ということで、えっと もしも F が単車があったとすると当然まあ、B、規定ですから BV っていうのは一位独立なんですけれどもこの単車によって一位独立なベクトルは一位独立なものに移りますというのが例題1でしたですから一位独立なものが一位独立なものに移りますから FBV は一時独立なんですけれどもこれは FBV っていうのは要するに FV1 から FVM みたいなこうベクトルの組みで えー、m っていうのは、当然この v の次元項ですから、次元庫ですから、えー、要するに m 個あるわけですね。つまり m 個の一独立のものが w に存在するわけですね。単車のものがあること,、ね、ということになりますので、はい。えっ、ー、と、w の一独立系の個数は必ず w の次元以下であるということですね。まあ、規定というのは、w の規定というのは極大一独立系ですから、 これ以上一度独立なものはないという個数ですから当然一度独立なベクトルの個数組みの個数っていうのは次元以下なわけですね。はい。ということで M は W の次元以下つまり DimensionV は DimensionW 以下であるということが分かりました。で、今度は逆に次元にこういう関係があったとしましょうと。で、この時は先ほどもちょっとヒントを出しましたけども単車を作るには何か構成すればいいんですよね。 はい。ということで、V の規定、V1 から Vm というのを取ってきて、それに対して、えっと、この W、次元がこう低いわけですから、次元が高いわけですから、W の方がね。ということは、次元がディメンジョン V 以上、M 以上なわけですから、W1 から Wm というまあ一時独立なベクトルが逆に取れるわけですね。ということで、はい、もうこれ簡単ですね。V1 から V1 からに対して W1、V2 に対して W2 を対応させる線形写像を作ればよろしいと。 そうすると、この線形写像は何かというと、えー、規定、規定ですね、規定を一位独立なベクトルに移しますから、先ほどの例題2を使うとですね、これは単車になると。ごめんなさい、まあ、例題2ですね。例題2によって、ちょっとこれ先ほどは例題一つの問題にして、丸一丸二していたので、丸一になってますけども、これは例題2ですね。例題2により、えー、単車であるということになります。はい。ということで、えー、単車が構成できましたので、逆も証明できました。 ということで、はい。この同値性が証明できました。ということになります。それでは、線形写像の像と前写性ということで、まず F をですね、線形写像としておきます。で、えっ、ー、と、イメージの F というふうに書きますけども、これは何かというと、F によって V のベクトルを全部映した先全体ですね。はい。まあ、こっちの方がわかりやすいですね。はい。まあ、要するに、まあ、あの、 集合で言うと、まあ、これ映ったやつ、映ったやつ全、映、映ってくる、矢が飛んでくる、矢が刺さったもの全体ですね。まあ、無傷の飛んでこないところは除いて、全体。これがま、イメージですね。はい。で、イメージ F は、ホニャララの部分空間であると書いてますねで。イメージ F はもちろん、この行った先 W の部分集合ですから、ここには、はい。もちろん W の部分空間であるということになります。 で、このイメージ F の次元のことを、ランクの F と。まあ、ランクって聞いたことありますよね。まあ、ランクの F と書いて F のランク、写像 F のランクというふうに言います。はい。で、もちろんこのランクという言葉は、あの、行列のランクと後で関係があることはわかりますけれども、今ここではこの写像のランクっていうのを、えー、像の次元っていうことですね。はい。で、えっと、像が実際で、このイメージ F がですね、イメージ F はまあ F の像というんですけれども、 この F の像が実際この部分空間であるということを示してみましょう。ということで。はい。えっと、部分空間であることを示すには、もちろんこのイメージの F から2つベクトルを取ってくると。まあ、それを W と W ダッシュしましょうと。で、スカラーを取っていきましょうと。ね、数を取っていきましょうと。で、その時に何を示せばいいんですかはい。そうですね。和が入ってる。それからスカラーバイが入ってる。いつもの、あの、お決まりですね。 はい。ということで、えー、まず w と w' がイメージに入っているということからあ、条件としてね、こっちに書いてありますけども、要するにイメージの,あの f っていうのは、えー、w のベクトル small w であって、何か v のベクトル v が、これ一つとは限りませんけど、v がとりあえず飛んできた先になっていると。こういう書き方してますね。だから w と w' はイメージの f の弦ですから、あるこう2つのベクトルがそれぞれあって、こういう風になっていると。いうことですね。 W は FV であり、W ダッシュは FV ダッシュであるということですね。で、W たす W ダッシュが今ここに入っていることを示したいんですけども、これ今直接、まあ、その、ままこの今やったことを代入するとこうなります。ね。で、ここで F が線形写像であることを思い出しましょう。そうすると、これは、はい、こういうふうになりますね。F の括弧は V す V ダッシュです。もちろん線形性というのは F の V す V ダッシュが、 fv たす fv だしになるということですけども,もちろん逆も統合ですから逆も戻せますのでこういうふうになりますと。で、f カッコ v たす v だしなんですけど、v たす v だしというのはもちろん v のベクトルですから、それの f による像ですから、これは当然イメージの f に入っているということになります。はい。同様にですね、cw というのを考えると、これは c 倍の fv なんですけども、これは、はい。f の線形性により fcv ですね。 で、CV はもちろん V のベクトルですから、これは V のベクトル CV の F による像なので、イメージの F に入っているということがわかります。ということで、イメージの F は W の部分空間であることがわかりましたということです。はい。ということで、前者の定義からですね、F が前者であるということの必要十分条件は、イメージの F が W と一致することということがわかります。よいですね。えつまりは、まあ、ランクの F が W の次元と等しいと言っても同じことになりますね。 ランクの F がイコール W の次元と等しいと。まあ、こういうふうに言うこともできます。はい。で、えっと、F が、まあ、行列 A の定める、まあ、数ベクトル空間から数ベクトル空間へのお線形写像の場合にはですね、イメージの TA っていうのはこれもちろんですね、何かというと、はい。もちろんというか、これどうなるかというと、この A の列ベクトルの、お 全体で生成される部分空間になるということがわかります。はい。これは後で例題で確認していきましょう。それから、ランクの ta が行列のランクと等しいと。ランクの ta はこちらの今の意味の ta ですね。この写像の、なんですけども、これはランクの a と等しいことが示せると。まあなんか、あの、語彰、えっと、ベクトル空間のところでやった話がなんかこう見えてきましたね。はい。ということで。 はい。ということで、例題1番やっていきましょう。線形写像の像と線、全写性の例題1ですね。はい。問題は、f イコール ta のとき、a の大 j 列ベクトルを aj とする。さっき記号でありました。こうですね。はい。この時に、えっと、イメージの ta が aj、a1 から am で生成されるということを示しなさい。ということですね。はい。ということで、これをちょっと考えてみてください。 要するに、イメージの ta っていうのの元っていうのはどういう形をしているかを考えて、ちょっと確認してみてください。はい。では、解説していきましょう。a を n かける m 行列とするとですね、ta はもちろんこれ km から kn ですね。のシャドウですね。はい。これよしですか ?n かける m ですから、かけられるものは m かける1行列。すなわち m 次元数ベクトルですね。ですから m 次元数ベクトルにかけると、 出てくるものは A の行数と同じサイズの数ベクトル。つまり N 次元数ベクトルが出てくるわけですね。はい。で、イメージの TA っていうのはあ TA 括弧 X と書いてますけども、これの全体ですね。はい。で、X が KM、M 次元数ベクトルすべてを動くときの TAX のものですけども、これは、まあ TA というのは所詮、まあ A をかけるというだけの話なんで、AX ですよね。AX ですね。だから AX で X in KM と。 で、ここで、いつものように、行列とベクトルの積っていうのは、いいですね。はい。えー、こ、これですけども、これはこういう風な形で、列ベクトルの一時結合全体、一時結合であるということですね。ですから、これを使うと、この要するに、えー、この x が KM を動くということは、要するに x1 から xm がスを全て動くということですから、結局こういうもの全体ですということなので、はい。まあ、こういうことですね。a1 から am の、 生成する部分空間。これがイメージの TA であるということになります。はい。まあこれ、ここでスベクトル空間の場合は、開空間はカーネルの TA。生成する部分空間はイメージの TA ということで、まあ、線形写像でですね、あの、この二つの開空間と、それから生成する空間っていうのを言い換えることができるということですね。はい。それではもう一つ例題に行ってみましょう。問題は、V と W をベクトル空間を分けとするときに以下を示しなさいと。 えっと、F が V か W の前者であるために必要十分条件は先ほどもやりましたけれども、イメージの F が W と一致することなんですけれども、これは、V を生成する何でもいいので、ベクトルの KS に対して、S に対して W が FS で生成されるということと必要十分条件だということですね。えー、FS はですね、ベクトルの KS の各ベクトルの増加の、えっ、ー、と、集合を表すと書いてありますけれども、要するに S が、 V1 か,から VM だったとすると、FS というのは FV1 から FVM と、こういうことですね。これを表しますと。こういうことですね。はい。それでは、ちょっと考えてみてください。はい。それでは、 見ていきましょう。S を V1 から VM としてですね、具体的に書き下しておくことにしましょう。で、えっと、イメージの F っていうのは、あ今、あの、がどうなるかというと、イメージの F はこういう風うになりますよ、ということを、まず示しましょう、ということですね。はい。つまり、えっと、S が、S がこの、S、V イコール S で生成される V を生成するベクトルの K として、組として、V1 から VM が取れるときに、イメージの F っていうのが、 fv1 から fvm で生成されるということを示しましょうということですね。はい。で、イメージの f に入っている fvn なんですけども、当然このイメージの f は、ですからこの fv1 から fvm で生成される部分空間を含んでいます。ねまあ、当然この、こちらのこれはイメージ f の部分空間だということですね。はい。で、えっと、逆向きを示せばいいわけですね。 はい。逆向きを示すには、イメージ F を持ってきますと。イメージ F の源 W を持ってきますと。この W がこっちに入っているっていうことを示せばいいので、どうしたらいいかというと、W は、まずイメージの F に入ってますから、なんか V の源 V を持ってきて、W これ FV ってこう書けてるわけですよね。ですから、えっと、V が、ところまあ、V が、えっと、この、ラージ V が S で生成されてるわけですから、この V っていうのも、こういう一時結合で書けるわけですよね。 一時結合で書けるということなので、これをここへこう代入してやると何が起こるか言ったら、まあ、線形性を使うと W イコール FV なんやけど、FV のここにこれを代入すると、F 括弧シグマの CIVI なんだけども、線形性っていうのは要するにこのシグマは CI って相当出せるっていうことですから、こうなるんですね。で、これはとにも直さずこの FS での一時結合全体の元ということになるわけです。はい。 ということで、これが示せれば、結局ですね、えっと、イメージの F と W が等しいことが、全者の必要十分条件ですから、これが必要十分ということになるわけですね。はい。ということで、えっと、まあ、ベクトルの K、これに対して、えっと、まあ、こういう記号を一応、今後使いますよということですね。こっちの J をおかしですね。SC イコール CIVI というふうに書きますと。で、そうすると、この線形性はこう,いうふうに書けてしまうんですね。 はい。まあ、これ何したいかというと、要するにシグマ記号を省略して書く記法をできるだけたくさん使いたいということですね。そうすることによって、もちろん頭の中ではシグマ記号で考えてくれたらいいんですけども、あの、だいぶですね、こう、なんか見通しが良くなるんですね。要するに、ま、行列とベクトルの積のこの概念を、一般のベクトルの K と、これを列ベクトルの K だと思って、ベクトルの K と数ベクトルの積というふうに考えて、まあ、それを一時期あの、線形性と結びつけるということですね。 はい。まあ、こういうことを、まあ、あの、今後、ちょっとずつやっていこうと思います。はい。で、この数ベクトル空間における行列とベクトルの積の自然な拡張と書いてありますね。はい。まあ、これ、今言ったことが書いてあるわけです。はい。例題3ですね。え、以下を示せということで、えー、前者、えー、線形写像、FV から W が存在すると。えー、っと、まあ、前者の線形写像がですね、必ず存在するとは限らないので、 まあ、例えば一応極端な例で言うと、えっと、0空間からですね、R3 に前者が作れるかって言ったらこれないですよね。絶対作れないですよね。あの、0ベクトル、0ベクトルに移るだけで0しかないので、絶対 R3 の2のベクトルを表す、あの、移すことはできないですよね。ということで、まあ、前者が常に存在するわけではないということはすぐにわかるんですけども、じゃあどういう時に存在するかっていうと、 V の次元が、つまり手前のこの空間の次元が W の次元以上であるという時に満たしますと。これあの0次元でこっち3次元ですからこれ満たさないわけですね。01小なり3ですからね。だからこれはダメだと。だからま、例えば R2 から R3 への前者は作れませんと。それで反対に R3 から R2 とか R3 から R3 とかそういう前者は作れますと。まあ、こういうことですね。はい。ではこれの証明をちょっと考えてみてください。 ま、ヒントとしては先ほどやりました、ゾウの、えっと、V を生成するベクトルの K ですね。ベクトルの組み集合が、ま、あの、行き先が、あの、F のゾを生成するということを使ってですね、ま、V のどういう集合のゾを考えればいいかというのがヒントですね。はい。ま、それをちょっと考えてみてください。 はい。それでは解説していきましょう。はい。V のどういう集合の像を考えればいいんでしょうか。まあ、生成するベクトルなんですけども、まあ、一般に生成するベクトルの集合 S に対して、その像、全肢が存在すれば、W はこの FS、全肢 F が存在すれば、W は FS で生成されるということでしたね。はい。で、まあ、特にですね、S を規定にするとですね、W はこの FS という ベクトルで、立ちで生成されるわけですけども、この fs というベクトルたちはですね、これは、あの、高か,か v の次元個しかないわけですね。まあ、v が3次元なら3個、4次元なら4個なわけですね。ということは、その v の次元個のベクトルで少なくとも w は生成されるということですから、w の次元は、まあ、高々 v の次元以下であるということはわかるわけですね。まあ、規定というのは極小生成形ですから、この生成するベクトルの K 組から、 いくつかベクトル覗いてやれば、覗、まあ、かなくてもいいかもしれない。一時独立なら覗かなくてもいいわけですけども、まあ規定が作れる。ということで、次元は、まあ、V の次元以下であるということがわかるわけですね。はい。反対にですね、逆にですね、えっと、次元が、あまあ、M、W の次元の方が小さいとしましょう。いや、以下でやるとしましょう。で、W の次元を M、V の次元を N とするとですね、えー、V の規定、V1 から VN に対して、はい。線形写像を作れればいいんですよね。 作るにはどうしたらいいかというと、規定の移り先を適当に決めてやればいいんですね。適当にというか、まあ、決めてやればいいんですねで。決めてやると前者が作れるわけですから、えー、V1 から VA に対して、さあ、W のどういうベクトルを対応させればいいですか。えっ、ー、と、W の次元の方が、あの、V の次元以下なわけですから、はい。まあ、あのー、V1 の行き先は、えっ、ー、と、W1。 Vm-1 の行き先は Wm-1 とこういう風うにしてやって、でですね、えっと、Vm からですね、Vn まではですね、行き先がまあ、なんか、えっと、Wm に全部固定しとけばいいですね。全部そうしとけばいいと。そうするとですね、これ、あの、どういう状況になっているかというと、あの、この B っていうこの規定の移り先が、この W1 から Wm-1、Wm 全部、W の まあ、規定っていうか、生成するベクトルでもいいんですけども、となっていますから、えっと、これはですね、あの、あ W、この W1 から W は規定であると言ってですね、W1 から WM を、まあ、規定ですね。まあ、生成するベクトルでいいんですけども、規定である必要はないんですが、まあ、一応 m、M 次元ですから、まあ、M コロナは規定になるわけですね。なので、この M コロンのベクトルに対して、V1 を W1、Vm-1 を Wm-1 と、で、V、 nm から vn までは全部 wm にすると。まあ、これあの、最後の、ここでちょ、あの、つじつま合わせしてるんですけども、まあ、要するに、1個目は1個目、2個目は2個目。で、えっと、あるところから先は全部同じようにこう映すと。こういうふうにしとくわけですね。そうすると、まあ、嫌顔でもですね、これは前者になるわけですね。で、例えば、あの、例としては、あの、4次元数ベクトルから2次以下の多項式の空間に対して、 まあ、E1 は X、E2 は X、E3 は X 以上、E4 も X 以上というふうに移しとけば、まあ、要するに早い話、ここの、えっと、1、0、えっと、ABCC とか、ABC0 と取ってくれば、これは、P2K 全部を表し得るわけですね。はい。ということで、えー、これで全者になるということがわかりました。はい。ということで、こういう前者が取れるということがわかりました。ということで、えー、いいですね。この必要十分条件が示せました。ということで。 はい。それではですね、えー、と同型と次元ということで、まあ、前回の最初の線形写像の解説でですね、同型が最後に出てきたわけですけども、えー、どういう時に同型写像が存在するかということが、これまでの話で実はもう解決したんですね。はい。すなわち、V と W が同型であるっていうのは何だったかというと、定義としては、ある全単子の線形写像が存在するということでしたけども、この必要十分条件は、次元が等しいということになるわけですね。はい。 つまり、えっと、同型であれば、あ同型写像 F、V から W が存在すれば次元は等しいんですけども、これは単車の時は V の次元が W の次元以下であるということが言えてましたし、逆に前車の時は V の次元が W の次元以上であるということが言えてましたので、合わせると結局等しくなるということになるわけです。で逆に等しいと仮定すると、それぞれの V と W の規定をこう N 個ずつとこう取ってきてやって、 ま、V1 は W1 に、v a は w 2に行くというふうにしてやればですね、これはちょうど規定が規定に移るというやつで、これは全単車な線形写像が作れるわけなので、はい。これは、あの、単車性の方も直接こうやって確かめられますし、全車性の方も確かめられるということで、はい。これで、あの、同値性が証明できたということになります。はい。ということで、ちょうどま、次元が等しいということはですね、集合で言えば、有限集合で言えば同じ個数の集合みたいなもので、 全社がこう作れるわけですね。まあ要するにそれは規定を取ってきてやって、などんな規定でもいいので規定を取ってきてやって、まあ、個数一定ですから、まあ規定が規定にそれで対応するというふうにしてやれば、まあ全単社は作れると。はい。まあもちろん作り方はまあ無限にいろいろあるわけですけれども、まあとりあえず一つは作れるということになったわけですね。はい。まあ例として PNK と KN たす1が同型であるとありますけれども、これはあ N たす1次元で、こっちも N たす1次元ですから、これは同型なんですね。 で、実際にその、えっと、全体者、ここで作った全体者は何かっていうと、例えば、1x.x でてて X の n 乗という n たす1個のベクトルからなる規定と、こっちの基本ベクトル E1 から en たす1という基本ベクトルからなる標準規定との間に、こういう対応を付ければ、全体者ができるわけですね。はい。ということで、この次元が同じということがですね、結局、ベクトル空間としては本質的に同じ構造だということになるわけですね。はい。ということで、まあ、こう、ベクトル空間、 というふうにして、単純にベクトル空間としてだけ見るとですね、あの、次元さえ決まっていればそれで完全に決まるということで、ベクトル空間としてはですね、もう、あの、要するに0次元から始めて、こう、0と自然数ので完全に決定されるということになるわけですね。はい。それではこの同型と次元の問題を例題1、やってみましょう。 問題はですね、次の2つのベクトル空間は次元が同じであるから同型である。同型シャドウを1つ具体的に記述しなさいと。まあ先ほどの証明の応用ですね。はい。それでは同型シャドウを1つちょっと具体的に作ってみてください。 はい。え、それではやっていきましょう。まず、H の規定として230012というこの2つのベクトルが取れます。まあ、パラメータ表示でも何でもいいんですけども、まあ、要するにこの平面の方程式を満たすベクトル2つですね。平行でないやつ取ってくればよろしいと、0でないやつを取ってくればよろしいということで、この2つのベクトルはそれぞれ、えっ、ーえー、と、10と01の標準規定に移すというふうな、こういうシャドウを作ればよろしいということになります。はい。 で、これはですね、まあまあ、あるなんか線形写像、R3 から R2 の線形写像の制限として得られるんですけども、まあそれを作るにはですね、適当に、あの、これに補って、例えば100とかになるとこれ入ってませんから、あの、これ、これとこれとこれで R3 の規定になりますから、10の行き先を適当になんか、えー、AB とでも決めてやって、作れば、まあ、あの、完全に行列として決まるわけですね。はい。なので、あの、まあ、なんかその行列の、まあ、ここの、 平面への制限ですね。制限。制限という概念は、まあ、あの、えっと、要するに、写像を、えっと、例えば、関数の場合も、x と x 以上っていうのを、これを、r が0以上のところに制限すると。そこだけで考えると。そういうことですね。まあ、制限すると、これは、あの、全体者なとかいうのあったと思うんですけども、まあ、そういう考えですね。これもですね、この、ある中行列で定まる写像。まあ、a はだから、一時的には決まらないんですけども、まあ、これの取り方によっていろいろ変わりますけども、 まあ、あの、いろんな取り方がありますから、まあ、とにかくこのエッジ上では何かこう、えっと、こういう条件を満たすようなものが取れて、そういう制限として実際に得られるんですけども、まあ、それは今ここでは問題になりませんけども、はい。まあこんな、これはこういう形で書けると。だからま、具体的に記述しなさいと言われてもですね、まあ、行列で書けと言われれば行列で書くんですけども、行列で書く必要なければ、ま、これで一応 OK ですね。はい。 ということで、まあ、あの、ここに書いてありますように、まあ、何でもよいということで、まあ、例えばこういう感じで、えっと、これはですね、これ、方線ベクトルですね。これは方線ベクトル取ってますけども、方線ベクトルがここへ移るというやつを考えればこうなると。はい。で、これを計算すれば、これは全部、あの、これ、この A、この AB、スモール AB は何でもいいんですけども、この A 決めれば、あの、この A は全部この条件を満たしますので、まあ、何でもよろしいということですね。はい。 えっと、まあ、これはもちろん同形ではないんですけども、ある線形写像の部分空間の制限が同型になることはもちろんこうあるわけですね。はい。ということで、えー、よろしいでしょうか。それではあ、それではですね、次の例題に行ってみましょう、えー。問題はですね、次の2つのベクトル空間は次元が同じであるから同型であると。ね、まあ、さっきと同じ文言ですけども、同型写像を1つ具体的に記述しなさいということですね。はい。それではちょっと考えてみてください。 はい。それでは行きましょう。えー、っと、一番ですけども、これは P1K というのは、これ要するに1次以下の多項式ですから、AX プラス B というやつですね。で、これに対して、えっと、これですね。右辺の方は、なんか F1 イコール0を満たす2次以下の多項式で、これもまあ、 えっと、二次元だったんですけども、まあ、単純にこれ x-1 をかければですね、いいわけですね。<laughs> x-1、まあ、要するにこっちの方が x 1る1次以下の多項式という形をしているわけですから、このね。ですからこ、この対応によって、えー、これ規定 x1 を規定 xx-1 と1る x 1に移す線形写像で同型であるということになります。はい。まあ、これはもう完全に線形写像として決まりましたと。 はい。2番は、これあの、フィボナッチ数列みたいなやつですけども、おまあ、M 交換、え、M 交換全化式か ?M 交換全化式ですね。えー、そうですね。M 交換全化式、M たす1交換全化式か。M たす1交換全化式ですね。で、えっと、あの、これはですね、最初の M 項がこう決まっていて、その中で、えっと、どれか、だから、えっと、まあ、ちょっと簡単なために M 項を3ぐらいにしてみますけども、えっと、フィボナッチは2ですね。で、えっと、 要するに、100で始まって、これ1足して、まあこれ C1 とかありますから、これ C1 か。で、次が、これ C1、C2、C3 倍やから C1、C3 と。まあこんな風になるわけですね。それと、01、0001でやって、これは C2 で,で、次は C1、C2、C3 で、C1 足す C2、C3 とこんな風なんですかね。で、これが C3 でえー C、C3 足す C, C、えっと、C2、C3 足す C3 か。 なんこな感ですよね。え <laughs>、なんかこういう感じで、え、ちょっと違うな。えっと、C1、C2、C2 足す C3 の二乗か。はい。なんかこういう風にしてですね、えっと、こう決まるわけですけども、この数列ですね。まあ、要するに、ここの、この、この数列、この数列に対して基本ベクトル E1。これに対して、えっと、e、E2。これに対して E3 を対応させるという風にすればですね、そうすると、これが同型になるということですね。はい。 ま、実際こういう感じで、え、これが同型写像が作れますよ、ということですね。はい。えっと、まあ、このようにですね、あの、V の規定を KM の標準規定に移す同型写像のことを、ま、座標写像というふうに言います。え、これは要するに規定を取ることによって、まあ、数ベクトル空間と同型というふうに思えるわけですけども、まあ、その数ベクトル空間を基準にしてですね、数ベクトル空間へのその、えっと、同型写像による行き先を、まあ、数ベクトルのことを え、座標だと思ってですね、座標を写像と呼びましょうと。こういうことですね。はい。で、この概念は、あの、また、いずれ、えっと、表現行列のところで、えー、重要になってきますので、まあ、一応、あの、頭の片隅に置いといてください。はい。それでは、えー、例題3ですね。えー、問題はこのような問題になっています。えっ、ー、と、G を U から V、F を V から W、H を W から Z とします。これ、要するに、まあ、つなげられるような、ご、あの、合成できるような、 線形シャドウですね。3つありますと。で、次を示しなさいと。えっと、G が前者であれば、この最初のスタートですね。これが前者であれば、ランクの F0G。F0G ってこう、G 行って F 移るっていう U から W のシャドウですね。これのランク、つまりイメージの次元は F の次元、F のランクと等しい。F のイメージの次元と等しいと言いますね。これ一つ目、ね。 二つ目は H が単車であれば、これが単車であれば、ランクの H0F、F 行って H いく手ですね。これのランク像の次元は F の像の次元と等しいということですね。はい。では、これをですね、ちょっと考えてみてください。まあ、あの、まあ、ちょっと冷静に、どういうふうにしたら、どういうふうにな、どういうふうな状況かというのですね、G が全車ということはどういう状況か、H が単車ということはどういう状況かということをちょっと考えてみてください。 はい。それでは行きましょう。えっと、まずですね、一番なんですけど、これは実は非常に当たり前のことなんですね。あの、ランクが等しいという以前に、これなんていうかな。あの、像が完全に一致するんですよね。つまり G が前者ということはどういうことかというと、まあ、G によって U を移した先が全体、これが、あの、V 全体になるわけですね。ですから、 G で U から V に移して F で繋げても F で V からスタートして W に持っていってもですね。まあ、やってることは最終的に一緒なんですよね。あの、G で全部 V に来てますから。要するに G で、G のベクトル、U のベクトルは G によって全て V のベクトル全てにこう移りますから、そこからまた F で持っていくっていうことは、要するに最初から v, か v のベクトルを W に持っていくのと話は一緒ですよね。どう考えてもね。はい。まあ、ちょっと図を書くと U があって、V があって、 ちょっとこれおかしいけど、ダメがあって、こういったときにですね、U がこう前車にこう映ってるわけですから、ここ、全車にこう映ってるわけですから、ここから先、ここ、こっから行ってこう行ってもですね、ここからスタート行って,行ってもですね、結局ここへ来るかどうかっていうのは、この F からこう来てるんですけど、ここのベクトルはここから来てますから、U から来てますから、はい、あの、V スタートで考えたのと一緒でしたね。 はい。U スタートで考えても V スタートで考えても一緒ということになりますので、はい。これはもう当たり前ということになります。それから、あ今度は次ですね。えー、っと、はい。ということで、まあ、これは像そのものが一致するので OK ということになります。はい。次はですね、単車の方ですね。こっち単車の方はですね、えっと、単車だとするとですね、この、えっとですね、F によってこの V、V から V からこうダブルにこう映るわけですけども、この像がこう映るわけですけども、ここからですね、えっと、Z という部分、ベクトル空間にこう単車に行こうですね。単車に行きますから、単車に行くとですね、これ、えっと、まあ、片言ってしまえば、規定がそのまま規定にこう入ってきて、この像の規定になっているわけですから、えっと、これの像とこれの像は、これは完全にこう同型になっているわけですね。 わかりますかねこの W 上で、これがもうか、まあ、そもそもここの、ここが単車ですから、H は単車ですから、W に移ってから、W の中にこう入ってきてから、この入った像がですね、そのまま H に、あの、同型に Z の中に入っていくんですね。はい。ということなんで、これは、あの、これ、この、これなりたつわけですね。はい。で、一応ここですね、イメージの F を W1、これ W1 としてですね。で、H ダッシュをこの先ほど出てきました。制限にします。 エッジを w1 上で考えますと。はい。まあ、制限しなくても、もともとジは単車なんで、単車なんですけども、単車なものはもちろん制限しても単車ですから、これは単車になります。で、w1 からこのイメージのエッジダッシュ。イメージの h ダッシュっていうのは要するに、この、これの、あの、イメージ。h マル f のイメージのことですね。これ、ね、イメージの h マル f ですね。はい。ということなので、はい。ジダッシュは、 はい。これ同型になるわけですね。同型になります。この W1 上で、ここのイメージの H ダッシュへの同型になります。ということなんで、W1 の次元とディメンジョのイメージ H ダッシュは等しいんですけども、W1 の次元っていうのはこれランクの F なんで、えっと、ディメンジョのイメージ H ダッシュはランクの H0F なんで、まあこれは等しいですよ、ということになるわけですね。 はい。まあ、には、要するに、エッジがダブル上単車という条件があればいいわけです。つまり、これはどういうことかというと、カーネルのエッジをイメージ F 上で考えたものは0だけということを言えればですね、実はこのエッジ自体が単車でなくても構わないわけですね。エッジがそのイメージ F で考えたところで、そこだけで単車であればですね、いいわけです。はい。他のイメージ、エッジ、あの、イメージ F 以外のところでですね、こう、なんかこう、潰れてるとか、そういうのが起こっていてもですね、まあ、全然構わないわけですね。 はい。ということは今の証明からわかります。はい。細かいことですけどね。はい。それではもう一つ例題いってみましょう。えっと、A をですね、M×N 行列としましょうと。で、ランクの A イコールランクの t を示すと。はい。最初ランク定義したところで説明しましたよね。えっと、ランクの TA という A で定まる写像のランクというのは、A のランクと関係がありますよ。か関係あると等しいですよ。ということですね。 はい。これをちょっと示してください。今、これやったこれを使いますので、これをちょっとまあメモって、これを使ってですね、これをちょっと証明してみてください。まあ、ポイントはですね、A を、皆さん前期散々やりました、飛躍階段行列に変形するって話ですね。A を右から左からかけて、何かをかけて、飛躍階段行列にするということですね。はい。で、その時に、えー、飛躍階段行列の何か、はい、もう言いませんけども、ちょっと考えてみてください。 はい。え、それではやっていきましょう。はい。えっと、ランク A を R、まあ、としましょう。そうすると、A は M 次生則行列 P と N 次生則行列 Q により、はい、こういう形にできるわけですね。ただし、この F っていうのは、いわゆる回数標準形、こういう形のものでやると。で、このお式をですね、左辺の行列の定める数ベクトル空間の間の一時写像を考えると、はい、これどうなりますかね。こう要するに、PAQ っていうやつの定める。 やつですけど、これは、要するに、x に q をかけて、a をかけて、p をかけるってことですから、tp-ta-tq と、こうなるわけですね。はい。で、この右辺、f の定めに小さ像の像は、イメージ tf っていうのは、これ何かというとですね、ここは最初にこう、基本ベクトルが r 方に並んでるんですね。これは当然のことながら、まあ、こういうこと、まあ、こういうことになるわけですね。イメージの tf っていうのは、こうなあとは全部ゼロベクトルですから、こういうふうになるわけですね。 ということは、まあ、当然これ R 次元なわけですね。はい。ランクの TF は R ということになるわけですね。はい。で、ここで TP とか TQ っていうのは、PQ が正則行列ですから、これ前車、前単車。はい。逆車像を持って同型なんですね。こう TP インバス、TQ インバス持ちますが同型なんですね。ということで、特にですね、前車とか単車とかあるんで、さっきやったことからですね、 このランクの tp0ta0tq っていうのは、ランクの ta と等しいですね。えっと、こっち側がですね、単車、こっち側が全車ということからですね。えっと、全車で行って、ta で移して、単車で入りますから、結局、等しいんですね。はい。ということなんで、最終的にランクの ta はランクの tf と等しくて、ランクの tf はこれはもうあの、明らかに r ですから、元々の行列のランクと等しいということが言えるわけですね。 はい。ということで、これ、まあ、よく考えたらですね、まあ、あのー、A の T 辺の像っていうのは、A の列ベクトルで生成される空間で、まあ、それの、あのー、次元っていうのは、A のランクと等しいっていう話はですね、まあ、あの一応、やってました。ただ、まあ、あのー、まあ、そこからですね、あの、実際にその一時独立性というのは、まあ、経験則と言います。経験則じゃないんだけども、あの、行列で、こう、まあ、こういう関係があったら、こうなるよねっていう感じの説明だったんですけども、ここは、ね、完全にね、 あの、よりクリアに線形写像を使うことによって、えー、もう少しはっきりと、あの、A のランクというものが、えー、A のその、列ベクトルの生成する空間の次元と等しいってことですね。より明確にこう分かるわけですね。それでは、次元公式の解説を始めます。はい。まず例としてですね、A を M×N 行列とします。 でその時に、まあ、ランクの A を一応 R としておいて、F を A が定める写像としておきます。まあ、そうすると、そのランクの A っていうのはもちろん R になったわけですね。はい。ランクの TA とランクの A は等しいというのがあ以前やりました。で、カーネル TA の次元なんですけども、カーネル TA っていうのは要するに AX イコール0っていう方程式の回空間の次元と、まあ階空間と思っていいわけですけども、 ま、これの次元は何かというと、何ですかはい。えっと A X、ax イコール0って、これ ax は何変数かというと m、m かける n 行列ですから、n 変数ですね。ですから、ディメンジョンカーネル ta は n 引く r と、こういうふうになるわけですね。はい。ということはですね、え、ランクの ta とディメンジョンのカーネルの ta を足すと r、r 足す n 引く r ですから、n になるわけですね。はい。この n っていうのはもちろん、 KN の次元ですね。はい。で、あるいはあ、ランクの TA イコールというふうにしてやると、まあ N-、あるいはディメンジョン KN-、引くディメンジョンカーネル TA と書けるわけですけども、はい。ここでですね、KN は F イコール TA の、はい、何ですかね。はい。F イコール TA っていうのは、もちろん、こう K なんちゃらから K なんちゃらなんですけども、こ,このなんちゃらっていうのは、 n ですね。で、m ですね。ですから、kn っていうのは f の、はい、定義域ということになります。これをですね、一般化できてですね、これ次元公式なんですけども、f っていうのを線形写像とするときに、ランクの f は、ランクの f は、ディメンジョン v、ディメンジョン v ですね。こっちの v 定義域の方ですね。ディメンジョン v 引くディメンジョンカーネルの f ですと。まあ、こういう等式が成り立ちますと。で、これはまあ、f の次元公式というふうに言うわけですけども、 はい。まあ、例として、例えばですね、あの、微分写像を考えますね。で、微分写像は、ま、例えば P2K から、どこでもいいんですけども、一応 P3K とかにしておきますけども、P4K でも P5K でもいいんですけども、イメージの D はもちろん、これは2時間の多項式を微分しますから、これは1時間の多項式になります。ということで、ランクの D は2な,ん2なんですね。で、一方、カーネルの D は微分すると0になるやつですから、えー、定数全体ということで、P0K なんですね。 ということは、これ1次元なんですけども、ですから1次元で、えっと、手前のこの次元は3次元で、3-1で2次元になっていると。まあ、こういう等式ですね。これは直接両方とも、ランクの D を直接求めることもできるし、P2K の次元とカーネル D の次元はそれぞれ直接求めることもできるんで、まあ、等式に成り立っていることは、まあ、別にすぐわかるわけですけども、これが一般の線形写像 F に対して成り立ちますよと。まあ、こういうことですね。 で、あるいはこの F が単車であればですね、これカーネルの次元は0になりますから、カーネル0だけになりますからね、単車ですから。ですから、ランクの F とディメンジョン V が等しいということになります。はい。ということで、まあ、この場合はですね、F は V からイメージ F の写像として考えたときに、これは同型のですね。もちろんイメージ F の写像ですから、これ全射になるわけです。行き先が F の行き先そのものになるわけですから、当然全射ですね。 はい。あの、まあ、一般に有限集合のシャドウ内でもですね、えー、行き先を、あの、イメージ F に限れば、まあ、もちろん全車に自動的になるわけですね。はい。で、しかも単車ですから、まあ、これた、あの、全単車になって同型になるわけですけども、まあ、これランク F と、えー、行き先の次元とあの V の次元、これ、次元が等しい間の同型車道を与えているということになるわけですね。それでは、この次元公式の証明なんですけども、どういうふうにすればいいでしょうかということで、えー、証明を考えてみます。 はい。えっと、R をまあランク F として C をイメージ F の規定とします。で、W1 から WR というまあ、k、ですね。まあ組みをまあ規定とします。で、そうするとですね、イメージ F の弦ですから WJ っていうのはね、えー、当然、えっと、V の弦、VJ があって、VJ の行き先が WJ となるような、こういう VJ が存在します。でこの VJ のなす k をまあ B としておきます。ですからまあ FB イコール、 まあ C というふうに書くこともできるわけですが、FB コール C となる B を取りましたと言ってもいいわけですけれども、はい。そうすると、ディメンジョンカーネル、あ、それからディメンジョンカーネル F を T としておきます。で、これはまあカーネル F の規定として、こういうものは取れると。なんか適当に U1 から UT が取れると。こういうことですね。で、これはまあ D としておきます。で、今ですね、証明したいことは、あの、V の次元が T プラス R だということなんですけども、ここではまずこの D と B を合わせたものですね、 合併したものが、まあ、これ合併なんですけど、これ普通のカップなんですけども、交わりのない合併になってますね。はい。えー、というのが、これが、あのー、まあ、重複、まあ、実際ないんですけども、重複もなくて、えーまあ、単純にこう2つ合わせたものがですね、あの、部位の規定になっていると。まあ、当然重複もないわけですね。重複があったら一時独立になりませんが、規定にならないので、えー、重複もないっていうことの意味を含めて、これ合併したもの、あの、単純にその2つを合わせたものがですね、あの、 V の規定にあると。規定であるということを示しましょうということですね。はい。で、生成する方の条件なんですけども、これをまず示すために、X を V の2の元としますと。で、えっと、この X がこの D と V、D と B のその各、えっと、U1 から UT と V1 から VR で一時結合でかけるということを示すために、これをまずですね、一旦 F で移します。F で移すとですね、あの、FX っていうのは、 こういうふうに、あのー、wj の一時結合で書けばですね。これイメージ f に入ってますから、こういうふうに書けるわけですね。はい。ということで、まあ x といったら f で移すと、まず、f で移した先はですね、この wj の一時結合で書けると。で、ここのこの書けた時のこの係数 c を使ってですね、手前の方のこの b の一時結合 bc っていうのを作って、x から引いてやります。引いてやります。ね。そうするとですね、この引いたもの y っていうのは、 f で移すとですね、fx 引く fbc なんですけども、fbc というのはこれ要するに b の一時結合ですから、あの、f の線形性を使うと fb の c なんですね。で、fb ってもちろんこれ c ですから、はい。えっ、ー、と、w1 から wr ですから、えー、これ cc となるわけですけども、えっ、ー、と、fx イコール cc となるようにこの c を取ったわけですから、これは当然ゼロベクトルになります。ですね。はい。ということは、つまり y は何かというと、y は カーネル F に入っているということになるわけですね。ということで、はい、だんだん見えてきましたね。カーネル F に入っていますから、なんかこの D の、カーネル F の規定 D を使って、一時結合でこういうふうに書けます。ということになって、えー、こういう形に毎日書けるわけですね。はい。ということで、これ元の Y イコール X-BC のところにこれを代入してやるとですね、X イコール、X イコールを主語にしてやると、X を主語にしてやると X、X イコール Y たす BC なんですけれども、Y は、 dd とこういう形でかけていますね。こういう形でかけていますから、b、dd プラス bc ということになって、d と b のベクトルの一時結合でかけているということになります。ということで、生成すしているということは証明ができました。はい、こうですね。で、こ度は一位独立性なんですけども、dd プラス bd イコール0という形で、まあ、数、えっと、一、係数を取ってきてですね、係数を d スもえっと、数ベクトル d と b というふうに取ってきて、 えー、dd プラス bb イコール0とこういうふうに置きます。はい。まあ、あの、これ、シグマ記号で書くと、えっと、di の ui たすシグマの bj の vj イコール0とこうなってるってこところですけども、まあ、こうシグマ記号を使わずにちょっと略記法で書いてるわけですが、はい。で、これで、f で移すとですね、f の線形性がありますから、まずこの f の dd プラス bb なんですけども、 これ、一時結合、シグマのこの式ですから、一時結合を保つ、りになっているのを保つということから、こういうふうに分解して書けますね。はい。で、FD はですね、これ、ゼロなんです、F。あの、カーネルですから、これ、カーネルですからこ F D は、これ、FD はゼロベクトル、ゼロベクトル、ゼロベクトルになるけですね。ということなので、ゼロベクトルなので、で、さらに FB はもちろん C ですから、えっと、これが消えてですね、ここだけの一時,関係一時結合関係者に出てまですね。 で、C は一位独立ですから、B、ここの係数の B は0になりますと。で、これをですね、この、最初この式に代入してやると DD、DD イ0になるんですね。ここ消えますからね。で、これは D の方ももちろんこれ規定ですから、一位独立なんで、この係数が0になるということで、結局ですね、証明できたということになるわけですね。規定だと。で、まあ、これちょっと、あの、証明最初、 こんだけ聞いてもすね、多分、すんなりわかる人はいないと思うので、えー、次の例題の方でですね、この R が2、T e q u a 3の場合にこの証明をなぞってですね、ちょっと、えー、やってみましょうということをちょっとやってみます。はい。それでは次元公式の例題1として、先ほどの証明をですね、えー、ランクが2、カーネルの次元が3の場合に証明しなさいという問題をちょっとやってみましょう。 はい。先ほどの証明をですね、まあ、スライドをちょっと見ながらとかですね、あの、なぞって、自分でちょっと考えてみてください。はい。ちょっと式を、あの、書いてみてください。あの、具体的にその逆記法じゃなくて、あの、シグマ記号とか、あるいはもう、2個と3個ですから、もうシグマ使わずに輪で書けますよね。まあ、その方が分かりやすいと思うので、それでちょっと自分でノートにですね、ちょっと書いてみてください。 はい。それでちょっとやってみましょうね。えっと、解放として、解として、ランク F イコール2ですから、イメージ F の、イメージ F は次元が2次元ですと。で、イメージ F の規定を取ってきて、それを W1、W2 という2つのベクトルだとしますと。いうですね。で、W1、W2 は、イメージ F のベクトルですから、当然、はい。R、V のベクトル、V1、V2 が存在して、FV1 イコール W1、FV2 イコール W2 と書けますと。 で、えー、カーネル F の次元が3次元ですから、カーネル F の規定 U1、U2、U3 が取れますと。はい。これを単純にくっつけてですね、V1、V2、U1、U2、U3 という V のベクトル5つがですね、合わせたものが V の規定になることを示しましょうと。こういうことですね。はい。えっ、ー、と、生成する方向をまず考えていきますね。えー、x を V のベクトルとしてですね、で、FX、X で、あの、F で移すわけですね、X をね。 そうすると、イメージの F の弦ですから、イメージ F の規定 W1、W2 の一時結合で書けますと。こういうふうに書けるわけですね。はい。C1、C2 というスカラーがあって、こういうふうに書けますと。で、えっと、ここで Z を C1、V1、C2、V2。この C1、同じ C1、V2 を使って、えー、手前の方ですね、V のベクトルの方の、V の方の V1、V2 のこれの、これはまあ、W1、W2 になって、これが、 イメージのの F 規定になるわけけですけどもはい。これの V1V2 の一時結合を Z としてですね。で、えっと、Y イコール X-Z とするとですね、えー、F で移したときにこの FY イコール0がわかるんですね。でこれなんでかっていうと、FY イコール FX-FZ なんやけども、FX の方は、まあ FX で FZ の方は、 これ移すとですね、えっと C1FV1 たす C2FV2 になって、これは C1FX と等しい、これ、これになるわけですね。ということで、これ0になるということがわかるので、Y はカーネルの F ですと。いうことで、Y は U1U2 の一時結合でかけるので、はい、えっと、U1U2U3 の一時結合でかけるので、Z は V1V の一時結合でかけるということと合わせると、これらで全部かけますよ、ということになるわけですね。 はい。ということで、ちょっと略式図書くとですね、この V のベクトルのうち、0に潰れるベクトルが、こう、U1、U2、U3 と、こう書けててで、残りのここは、すなわちこっちの W のイメージ、F のところに移るやつが、こう、V1、V2 と、いうことで書けるわけですね。はい。ということで、まあ一時独立性、あ、ということで、生成する方は、まあこう、えー、こういうふうに。 言えたわけです。で、えっと、今度は一時独立性の方なんですけども、これが0とこういうふうにしますと。で、これをあの F で移すとですね、ここの部分はカーネルですから、はい、FUI イコール0ですから、これ移すとですね、はい、こういう FV1、FV2 の一時関係式が出てくるんですけど、これは W1、W2 で一時独立ですから C、C1、C2 が0になるわけですね。はい。 ということで、このスターの式において C1 チンが消えますから、ここだけが0という式が出てくるわけです。ところが U1、U2、U3 というのは規定ですから一時独立なので、D1 d 2 D3 も0になると。ということで、この5つのベクトルは一時独立ということが分かったので、規定です。ということで、はい。証明が終わりました。それでは最後にですね、えー、もう一つ例題をやって終わりにしましょう。 はい。行列 A をこういう行列とすると、これ、平階段行列に変形すると、実はこういう風になります。はい。一応正しいかどうかというのを確かめるには、あの、このベクトルが、このベクトルの1倍と、これの2倍であることを確かめればいいんですけども、なってますね。はい。なってますね。それから、この3列目が、あ1列目の3倍と、6、3、3と、えっ、ー、と、2列目のマイナス1倍、1、マイナス2、マイナスして、5、1、マイナス5。 になっているということで正しいですね。はい。ということで、まあ、こういうことは分かりますので、えー、っと、これを使ってですね、F イコール TA の場合に次元公式をなぞってみようということで、これをちょっと考えてみましょう。はい。まあ、これはもう、あの、順番にやっていきますので、穴埋めを順番にちょっと皆さんと一緒に考えていきましょう。はい。まずですね、TA の規定として、これこれが取れると書いてありますね。21-1と12で取れる。よろしいですかこれは、あの、この、 要するに、この列 A の列ベクトルを生成する空間がイメージの TA なわけですけども、イメージの TA の規定として、この2つが一時独立なんで、これも取れますよと、こういうことですね。はい。で、えっと、先ほどはですね、この、先ほどの W1、W2 っていうのはちょうどこれに当たるわけですけども、これに映るものとして、A の当然、えっと、これに映るのは何かというと、お1列目ですから、これは、はい。 1>, 1列目と2列目ですから、K4 の E1、E2 の像であると。まあ、TA っていうのは K4 から K 3の写像なわけですけども、ね、ここのイメージの TA の、イメージの TA の規定として、規定として、えー、この2つが取れたんですが、この2つはこちら側の E1 と E2 の像になっていますと。これが先ほどの V1、V2 ですね。になりますよ。とこういうことですね。 はい。ですから、V1、V2 とそれと合わせて、あと、カーネルの TA。カーネルの TA ですから、これから、この日焼け方にこの形からですね、あと、カーネル TA の規定が取れますね。はい。これちょっと、はい。簡単ですね。やってください。はい。よろしいですかはい。こうですね。まず一つは、マイナス1、マイナス2、1、0と、もう一つは、マイナス3、1、0、1と、この二つですね。はい。この二つのベクトルと、 この先ほどのこの e12 ですね。これはもちろん K4 ですから1000と0100という4次元の数ベクトルですけども、この2つを合わせる、合わせて4つですね。これを見るとですね、これランク4になる。ということはすぐわかります。まあもうランク4ですね。ランク4ですね。はい。ということで、これはですね、あの、K 容の規定になっていますから、一時独立。あの、規定になっているわけですね。はい。ということで、えこの一位独立のベクトルで規定であるということで、これは4次元が、 イメージの次元二次元とカーネル、あ、ごめんなさい。イメージの次元二次元とカーネルの次元二次元と合わせたものにちょうどなっていると。ということですね。これを、まあ、あの、一般のベクトル空間の間の線形シャドルについてなぞ,な,な,なぞったというか、まあ、やったわけですね。はい。で、もちろんこの P の12列目っていうのは、この12列目はもちろん E34 でもいいです。E34 はここ,こ、この2つのベクトルになりますけど、これもですね、あの、こう、 この2つですから、規定になるわけですね。ですから、もちろん E3E4 とか E1E3 とか E1E4 でも、E2E4 でもいいわけですけども、はい。まあ、それはど、どれでもいいです。だから、あと、カーネル F っていうのは、要するに F の、あの、この、カーネル F のベクトルはこれですね。このベクトルを足し、これ足してもですね、全然これとかこっちに足してもいいわけですね。はい。まあ、あの、別にそれは、だから取り方はいろいろ自由度があるわけですけども、はい。同じことですね。 はい、ということで、えっと、次元公式でした。